どうも、エモモタースバンブーと申します。チャンネル登録者1万人目指しているので、応援してもいいよっていう方はチャンネル登録よろしくね。はい、うちのこのスバルトピレン401、だいぶオフロード走行したので汚く仕上がってます。見てください、この感じ。ということで洗車したいと思います。それでは行ってみよう。洗車の時にやらない方がいいこと、まず1つ目、洗う場所。太陽の光が直接当たらないようにしましょう。屋根がある場所か、日が当たらない時間帯を考えて洗車します。単純に洗ってる最中にガンガン乾いて水垢がどんどんつきます。次に2つ目、洗う洗剤です。洗剤、私は台所用の中性洗剤を使ってますが、洗剤には中性のものとアルカリ性のものがあります。できれば中性のものを使いましょう。どうしても汚れが取れない時だけアルカリ性のものを使います。アルカリ性は攻撃性が強いので、色褪せやシミの原因になりやすいです。では洗剤を作っていきます。ポイントはよく泡立てることです。では洗っていきますが、これやってはいけない3つ目、いきなり洗剤で洗う。これやっちゃうとこのついてる砂で傷が入ります。なのでまずは流せるだけ水で流してあげましょう。水でまずは全体を流します。はい、ここでまたやってはいけないこと4つ目、水は前方向か上方向からかけるようにしましょう。バイクに使われている部品は一応防水処理がされていますので、水に対してはある程度大丈夫です。また雨の中走ることも想定済みなので、前や上からの水に対しては強く作ってあります。しかし後ろや下からの水に対してはあまり想定されてないので、できれば前上からかけましょう。あとこれ高圧洗車機、これでもやっていけないことがあります。こういう足回りは好きなだけやっちゃってください。ただしこういう配線類のところ、これは防水にはなってますが、高圧洗車の威力で当てると浸水する可能性があるので、こういうところは気をつけましょう。ということで、まず全体に水をかけた後、高圧洗車機で足回りを洗っていきます。ケルキャはい、ある程度流したら次はスポンジで洗っていきます。
洗うときは上側から洗っていきましょう。はい、ここで次の注意点。洗った場所を流しながら洗った方がいいです。乾くと後になって大変なんです。ちょっと洗っては流し、ちょっと洗っては流しする方が綺麗に洗えると思います。皆さんが思っている以上にバイクは水に強いので、ジャブジャブかけちゃってください。あとはこの調子でひたすら洗っていきます。こんなお悩みありませんか？スポンジじゃ細かいとこがちょっと洗えない。そんな時はこれ、シリコン製の洗車用手袋。これを使うと撫でるだけで洗えます。しかも指が入れば裏側だって洗えちゃいます。スポークも触るだけで洗えます。キャリパーだってこの通り。エンジンだってこの通り。洗ったら拭き上げます。おすすめはこれ、洗えて拭ける、ふざけた名前の布です。早く拭かないと乾くとシミになるので、急いで拭きましょう。可能であればエアがあれば最高です。というところで、ある程度拭き上げたんで、ここからは賛否両論あると思いますが、私は走れば乾こうもん今日なので、走って乾かしたいと思います。ではちょっと走ってきます。
ということで洗車完了です。かなり綺麗になりましたので大満足。洗車で一番やってはいけないことは、洗車した後チェーンに注意をしないこと。これマジ錆びる。なのでしっかり洗車後はチェーンに注意をしてあげましょう。あとついでにレバーとかステップとかの可動部にも注意してあげるといいよ。はい、ということで今回は洗車と洗車の時にしない方がいいことを紹介しました。あまり洗車をしたくない方なので、何かいい方法があればコメント欄で教えてください。ではまた。最後まで見てくれたあなたは最高にクールです。チャンネル登録者1万人目指しているので、1ミリでも興味があるか応援してもいいよっていう方はチャンネル登録よろしくね。それではまた遊びましょう。バイバーイ。もうすぐ3000キロでオイル交換。